はい、本日はですね、クリスマスに欲しいダウンジャケットを視聴者さんに聞いてみたという動画を撮っていきたいなと思います。ということでね、以前アンケート取らせてもらったんですよ。YouTube 上で何クリスマスで欲しいですかっていうふうにお聞きしたんですけども、まあ分かってますよ。僕らってどっちかってクリスマスプレゼントあげる側でしょ。彼氏さんやったり、旦那さんやったり、ともすればお父さんやったりするから、あげるのばっかりなんやと、うちもくださいよと、僕もくださいよって思ったりするんやけども、全然くれへんということなんですけども、ここでは夢と希望だけはちょっと語っていこうやないかと。もらわれへんのは分かってんねんけども、こういうの僕欲しいな、枕元にあって嬉しいな、なんていうのお話ししていこうということで、今日はなんと夢のある話というか、一切現実味はないんやけども、まあたまにはそんな動画もいいかなと思ったんでね、ご紹介させていただきますので、本日の流れとしてはですね、視聴者さんにアンケート取らせてもらって、クリスマスにね欲しいものなんで、もう値段とか関係なしにこういうダウンジャケット俺欲しいねんっていうのをね、順番にお答えさせて、聞いていきました。そしたら面白い結果に、ノースフェイスがほぼないんですよね。あれ、値段関係なくなったらノースフェイスなくなんのというのが意外だったりするんですけども、その辺のねご紹介を7位から順番にしていって、ちょっと番外編もありますので、番外編もさらっとお話しして順番にお話していきますので、僕が持ってるものはここに置いていきます。で、ないものはねないんですけど、こういうの人気でしたよということで、僕の来年のダウンジャケットのね動画作りのね参考にもなりますので、ね、そちらをお話していきたいなと思います。まずじゃあ第7位からいきます。第7位というのがこちらのナンガになってました。これ結構意外ちゃいます。第7位にナンガ入ってくるのと、でノースフェイス入ってこへんのっていうのは結構意外だったんですけど、なんでナンガが入ってくるかちょっと僕にもよくわからないんですけども、ナンガがねランクインしておりました。まあナンガの方に失礼やから、まあ偉そうなこと言ったらあかんねんけども、まあ、そういうことでね7位やったんですけども、ついこの間ね、僕ナンガのね大阪の店長さんから連絡があってきたんですよ。タクトさん、もしよかったらね大阪店限定のねダウンジャケットが出たんでね、よかったら見に来てくれませんかって言われたんやけども、ちょっと年内マジで忙しくてね行けませんわ、申し訳ございません言うてね、ちょっとお断りしたんで、もしこれ見ていただいてる方でね、ナンガの大阪店行ってみたいなとかね、ちょっと限定のダウンジャケットどんなか見たいなって方はね、ぜひぜひね足を運んでみてください。なんか限定らしいんでね、僕もどんなんか全く知らんねんけども、まあ、そういう風にねお声はいただいたんやけども、ちょっと行けなかったってことで、ちょっと残念な気持ちはあるんですけども、そちら第7位ということで、ナンガ第7位になっておりました。では次第6位というのがですね、こちらにはないんですけども、タトラスというダウンジャケットです。まあ、タトラスのダウンジャケットもね、ここの肩のところに星がピロ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 あるやつあるじゃないですか。で、高級ダウンジャケットやから、ほんまに30代以上の方が着たらめっちゃかっこいいやつですよね。で、特にこうゴルフの時とかに着てたりしてもかっこいいなとかって思ったりするし、まあ値段的にはね多分そこまで高いわけじゃないと思うんですよね。20万も30万もするようなダウンあるんかな、ちょっとわからないんですけど、僕知ってる範囲だと10万ぐらいとかであったような気がするんで、これねちょっと来年にレビューねしてみたいななんて思ってますし、やっぱりそういうハイブランドのねダウンジャケットとこういうアウトドアのダウンジャケットって何がどう違うんかっていうのもね、やっぱり実際買ってみてね比較とかしてみたいなと思ってますので、こちら6位にねタトラスが入っておりました。多分まあサラリーマンの方で人気なのかな、まあそんな感じになってて、次第5位というのがあちらなんですよね。こちらアークテリクスのサーミパーカー、これも人気でしたね。まあ僕もね個人的にはいいかなとかって思ったりするんやけども、やっぱりこうシンプルじゃないですか。でそれちょっと注意点やなと思ったのが、シンプルがゆえにちょっとコーディネートがおじさん臭くなるんですね。なんかおっさん臭い雰囲気ちょっと出てくるんで、まあその辺はちょっと色差し色入れてあったりとかした方がいいかなと思ったりするんですけど、まあそれが着てみて分かったことかな。でついこの間東京でも来たんですけどね、あともう一個気になったのがジップが逆、ジップって普通ってメンズって左側にねこの金具ついてるじゃないですか。やけどこれ右やからね、これなんかレースの感覚になってるというかね、なんかちょっとこうつけたり外したりしずんかったんで、まあこの辺は着用してみてね、ああちょっと微妙やったかなと思ったりはしたんですけども、まあこれはねクリスマス皆さん欲しいということで第5位にランクインしておりました。では次第4位があちらなんですよね。唯一ノースフェイスでランクインしてたのが、まあこのカスタムですかね。カスタムのノースフェイスどうですかって、まあ僕アンケートにも出したからね、まあこれでランクインしたんかもしれんけども、意外と人気ないねんなと思ってね、これもっと人気あるんかなと思ってたんですよ。そのメイドインジャパンで作ってるし、ちょっと人と違うカラーリングもできるということでね、人気なのかなと思って、あんま人気ないなということでね、世の中のねパパさん連中はねあんまりちょっとまあ刺さってなかったみたいですわ。ただ僕のこのカラーはね引き続き人気でございます。なんでか知らんけど、だからね、もし仮に僕がこれ街中で着とってね、あ着てみたいなと思ったらね、声かけてください。タクトちょっと待ってって言うね、ちょっとそれ着させようって言ってくれたらね、全然はいどうぞって着てもらったらいいんでね、気になる方はねぜひぜひ声かけてみてください。まあ塩とかは普通のバルドラやからね、色が違うだけやから、まああれって、まあそう言われたらそうやねんけども、まあこの辺はね人気がちょっとあったかなということで、唯一ノースフェイス履いてたのこれだけです。他もね何個かちらほらとねヌプシとかっていう声もあったりはしたけども、やっぱ数めっちゃ少ないですね。あれノースこんな入ってこへんねやっていうことで、まあバルトラも余ってましたからね今年ね、ほんまに結構余ってたなっていう印象でね、こんな売れ残ってんのいうことで、まあ福袋にも確か入ってたと思うんですよ。だからセレクトショップとかによっては福袋でバルトロ入ってんのみたいなことでね、まあ皆さんバビった記憶があったと思うんですけども、まあ、ようやくねノースフェイス人気っていうのもちょっと落ち着いてきたかなと。でまあいろんなブランドにみんなが分散していってるなっていうような、ね、印象があったりすると思うんですけど、こちら第4位ということになりました。では次第3位に行く前に番外編があったんですけどね、それ言っていくとね、まず一つ健康な体、いやそれはサンタさんに言ったらあかん、自分で考えて食って運動しやなあかんってことなんですけど、なんか健康な体をねなんかサンタさんに欲しいものとしてね依頼してる人もおったし、あとそれがいいや
嫁蔵の手編みセーターってことで、それほんまに欲しいなら売りつけますよと、マジで買ってくれるんですよねっていうことでね、適当なこと言ってたらほんま送りつけますよということなんですけども、嫁蔵の手編みのセーターということで、おそらく手編みのセーターもね嫁蔵できるんちゃうかな、結構そういうの得意なんでね、この人のねアカウントを探してですね、個人情報を特定して売りつけてやろうかなと思っておりますということで、それその辺がね番外編でありました。では次第3位に戻りたいなと思うんですけど、第3位こちらです。こちらカナダグースですね。やっぱカナダグースね、やっぱ人気ありますね。今年から確かファーをね使わんくなってるはずなので、去年モデルまではねこうやってファーがあったりするんですけども、その動物愛護問題的なね、その動物のカバってどうなんかなっていうのって、まあファッション的に結構今言われてるんですけど、まあそういう影響もあってかしてね、こういうリアルファー、本物のファーも使わないっていうような方向性にシフトしてるんでね、まあ若干これ形は違うんやけども、カナダグースはね人気ですね。キリュウってもうちょっとオワコンなんかなって個人的には思ってたんやけども、ノースフェイスよりも全然入ってきたということなんで、こういうのをね教えていただいて、世間のズレとね自分のこの感覚をね戻していかなあかんのですけど、まあ、その辺が第3位ということになっておりましたんで、これはね人気のジャケットみたいですわ。まあそれこそね海外とかでね購入されたりとか、僕のチャンネルね結構カナダの方とかねアメリカの方も見てくれてるんやけども、それ多分海外で買うともうちょっと安いと思うんですけど、日本で買っちゃうとねもう今14万とか3万とかするのかな、まあ結構高いんやけど、海外だったらね10万切れたりとか10万ちょっとぐらいで買えたりとかすると思うんで、全く同じモデルでもそれぐらいね値段が違うみたいなんですが、まあ大体日本人ですよ、ここで見てくれてるの 96% ぐらい日本の人やから、まああんま皆さんに関係ないんやけどもね。まあそういうところでカナダグースが第3位ということになって、次第2位というのがですね、ここにないんですけどモンクレールになってました。でモンクレールはですね、これは僕の分析担当の方ともね今年ちょっと買おうかみたいな話もしてたんですよ。やけどついうっかり忘れてた、完全に忘れとって、モンクレールからなんかゴアテックスも出たとか聞いとってね、あほな買わないけませんね言ってないけども、気に付いたらもう12月の末になっててね、あ忘れてたわと思ったんですけど、まあ、これは人気ありますね。ずっとモンクレールは人気あったりするんで、確かフィルファーもいいやつ使ってたはずやし、ちょっとね僕もねはっきり覚えてないんですけど、確かね産地とかにもこだわっとってね、綿の産地とかもねポーランドとかハンガリーとかに確かこだわってたようなはずなんですけども、まあ、ちょっとその辺はねはっきり覚えてないんですけども、まあ、そういうところでこれは皆さんの中でもね人気があったダウンジャケットでしたね。まあ、アウトドアとかね街中とかではいいんやけども、やっぱりこう綺麗めな格好する時とかね、ちゃんとしたこう格好しやなあかん時とかって、やっぱ30、40って年重ねると ありますもんね。やっぱその時ってね、やっぱこうモンクレールとかねタトラスとか着といた方がね、まあまあいいっちゃいいかもしれないんですけど、まあその辺で第2位ということになってました。じゃあ第1位はねもう圧倒的にあれでした、というのはねこちら水沢ダウンですね。これもめちゃくちゃ人気ありますね。こんな圧倒的に人気あんのっていうのを、これ初めて今回のこのアンケートで気づいたんですけど、もういかにもこう大人が着るようなねこうシックな作りで仕上げてるし、なおかつ日本製で作ってるっていうところでね、まあ人気があったりするんかなと思うんですけど、なんていうのかな、売れてるダウンジャケットっていうイメージは僕全くないんやけども、まあ、いずれ欲しいなっていうようなイメージなんかなっていうので第一位だと思うんですけど、やっぱ売れてるのって言ったらね、実際こうお財布との相談も必要やし、まあ、買えるものと買いたいものってまた違うじゃないですか。ってなった時に、これは買えるものではないかもしれないけど買いたいものになってるんかなっていうことで、多分買おうと思ったらね普通に定価さえ出せばねどこでも買えたりはするかなと思うんですけど、まあ、いずれ買ったるぞと待っとけよというようなねダウンジャケットがまあこの水沢やったんかなと思います。ちなみにこれ以外にもですね、大谷翔平モデルも結構人気あったりとかして、あれ人気あんねんなとかって思ったんですけど、まあ、僕もね今月のニュースみたいなねお話ししたと思うんですけど、はっきり言ってあんま人気ないかなと思って喋ってたりべしゃりしてたんやけども、あ意外と人気あんねんなということで、こちらね水沢ダウンが第1位ということになっておりました。そら朝起きてねパッて枕元、クリスマスの枕元にこんなダウンジャケットがあったりしたらね、ヤフェーってなるじゃないですか。だけどまあ現実はそんな甘くないですよ。僕たちっていうのはねあげる側になっておりますので、もらう側ではございません。もうもらう側っていうのはとうの昔に終わっております。僕やったら小学校の4年の時にですね、友達がサンタさんなんかいてないよっていうのをですね教えていただいて、そっからおかんに聞いたらですね、おかんがにやりとしてねバレたかって言われたんですけど、それ以降一切プレゼントもらっておりません。だからサンタか誰か分かったけども、分かった上でももらえておりませんので、もうかれこれ20年ぐらい前かな、もうそっから一切もらってませんので、ずっとあげる側ということでね、皆さんと同じ気持ちになっておりますので、まあ、ワクワクはしないかもしれないんですけどもね、まあ、この動画見ていただいて、あいずれこういうの買いたいなとか、あこういうのみんな欲しいねって思ってんねんなっていう、少しねサンタさんにこう希望を持ったねこう10分間ぐらいを味わえてもらったんじゃないかななんていうふうに思いますので、この辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、クリスマスに欲しいダウンジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。